はい、こんばんは、島です。ですね、本日は、13日の金曜日、やっていくわけですが、今回やろうとしているのはですね、今プレイアブルキャラクターでいるジェイソンたちのマスクのが取れたね、姿をちょっとね、まとめて撮っていきたいと思っております。で、今回ね、ピースさん、フレンドの方にね、ちょっと、その検証っていうか、まとめ動画のね、作るのを手伝ってもらおうと思っておりますので、それでは始めていきたいと思います。じゃあ、行きましょうか。まずは、パート2からですね。いいかな。じゃあ、はい、アングルオッケーなんで、一思いにやってください。痛い。お、ハゲた。早いな。早い。さすが、腕力マックスの。ちょっと待ってね、うまく通るから。はい、パート2の、キャラなんですが、ね、ジェイソン。目がちょっと垂れてますね。あ、ありがとうございます。あ、とてもいい。そのライトアップ。はい、こんな感じですね。そして髪が生えてるっていうのが特徴です。うん。はい。で、後ろなんですけど、後頭部ハゲてんですよね、これ。はい。こんな感じでいいですかね。これがパート2のジェイソンの素顔ですね。ライトアップがとてもいい。歴代ごとにね、顔は違うんで、これは楽しみです。じゃあね、引き続き別のジェイソンも撮っていきましょう。はい、それではね、パート3のジェイソンです、今回。今、ちょっと武器を取りに行ってもらっております。まあね、多分ね、皆さんはこの、ホッケーマスクの、ね、この、パート3のジェイソンの顔はよく見たことあると思うんですが、ね、撮っていきたいと思う。仮面剥がすのにはですね、ドンキ系では剥がしづらいんですよね。大丈夫？大丈夫？すごいところがダイブしてきたけど、マチェットとかこういった刃物系だと仮面が剥がせるんですよ。OK です。お願いします。で、しかも腕力のある人がやるとこう剥げますね。はい。はい、これが、パート3ですね。パート3は、ね、ちょっとまた顔が変わってんですよね。全然別物。目の位置とかも変わっててね、素敵ってわけじゃないけど。ねえ。なんかすごい飛び込んでんだけど、ピースさん。はい。ね。3はこういった顔です。はい。はい、それではね、パート6のジェイソンですね。これ多分ジェイソンニューヨークへ行くの時のキャラだと思うんですが、ちょっとそこ覚えてないんだけど。はい、それではね、お願いします。一思いに。あと一発で取れるはず。取れた！私ね、これの顔見たことなかったんだよね、ゲームで。どんなになってる？なんだろうな。いや、そこまで鎖落ち、あ、ありがとうございます、ライトアップ。あ、そんな鎖を、ねえ、なんかゾンビに近い顔だけどさ、そんな鎖落ちてる感じじゃないですよね。なんだろうね。半分ミイラ化したみたいな感じ。で、パッと見ゴリラ。みたいな感じですね。はい。これが6の顔です。で、後ろはハゲてます、やっぱり。なんてこれ表現すればいいのかね、ピースさん。パッと見なんですか、これ。ゾンビでもないよね。そんな崩れ落ちてないから。腐敗仕掛け？まあそんな感じですよね。OK。 あ、いやいや。 はい、それではね、6はこんな感じです。はい。ね、パート7のジェイソンです。で、ちょっと今周り見てるんですけど、腐ってますね、体が。ほら、背骨が出てるもん、後ろ。背骨、脊椎も見えてる。こんな感じだったの。あ、うん。6よりさらに腐った感じですね。はい、それでは、一思いにどうぞ。おう！はい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 。はい。
ライトアップ、ありがとうございます。あのね、だ、あの、パートがね、どんどん進むにつれてね、ジェイソンの顔すっごい腐っていってるね。腐敗が進んでるって感じです。じゃあ、エイトってどんなになるの？いやー、後ろ見てくださいよ。もう背骨が、背骨とかっていうか、もう骨が丸見えですよ。よく逃げ回ってて知らん、気づいてなかったけど。ああ、よく生きてんな、お前。はい、これが、エイトかな？の、エイトだっけ？セブンだっけ？まあいいや。セブンだ。セブンのジェイソンになります。はい。それでは次も撮っていきましょう。なんかどんどん楽しくなってきたね。それではね、エイトのジェイソンです。さっきのはセブンでした。ごめんなさい。エイトのはね、何かね、これ、革ジャン着てんのかね。体は見えないけど、多分相当腐ってるはず。はい、それではどうぞ。痛い。あ、さすがね。ヒカキボーはそこまでダメージが与えられないみたいですね。多分ね、あと2発ぐらいな殴れば、なるはず。待ってください。OK。来た！はい、これがエイトですね。もうちょっとね、顔の原型が崩れかけてきてますね。もはや誰かっていうのは判別しづらい状況です。ゾンビだね、完璧に。歯も抜けてるね、結構。 ピースさんがもう窓から飛び降り好きだからね、先が飛び降りてんですよね。見てください、歯抜けだね。もうすぐ、よくこれで体が崩れ落ちませんな。で、後ろは、すごいね。はい、じゃあね、エイトのジェイソンでした。あー、飛び降りすぎて、瀕死になってる。ピースさん、大丈夫？じゃあ次、行きましょう。はい、それではね、パート9のジェイソンですね。もう顔が、なんつうの、崩れかけっていうか、膨れ上がってますよね。で、頭の後頭部の後ろなんですけど、なぜかね、若干こいつだけ髪が生えてんですよ。ね、毛根がまた生き返ったんですかね。はい、それでは お願いします。ああ、そうか、ジェイソン今回のジェイソン打たれ弱いのかも。HP がね、違うんですよね、ジェイソンによって。OK。どんどん。一発。よーし、ハゲた。これは初めて見る。いや、もうなんつうの、ボッコボコだよね、顔が。ほら、いや、違うよ。もうこれ本当腐敗だよ。腐敗の末期ですね。骨が見えてるもん。骨が見えてるよ。ねえ、口周りはもう骨でしょ、これ。完璧に。で、後頭部の方も骨が見えてる。あと少しでもう、顔面、ね、前の顔面はもう全部骨になっちゃいそうですね。で、これで生きてるという不思議。ピッサー、ガソリン運びに行ってきた。私が解説してる間に。おー、こんな顔してんのか、ないの。はい。まあ、ほんとね、パートを追うごとに、人間じゃなくなってきてますね。さっき私が言った通り、腐敗が進んでる。その言葉が、合いますね。はあ！もうついに骨が見えちゃった。これはびっくりだな。6まではまともだったけど。オッケー。じゃあ次、ラストだね。DLC のジェイソン。これ見た人は少ないと思う。私もね、あまり、じっくり見たことないからね。撮っていきましょう。じゃあね、お待ちください。はい、最後のジェイソンですね。DLC コンテンツ限定のジェイソンです。
この人はもう地獄から帰ってきたと言わんばかりのね、スタイルをして、スタイルっていうかまあね、いでたちでいますね。はい、それではお願いします。はい、もう一発。なーに、なかなかハゲないな。さすが、そう簡単には剥がしてくれないみたいですね、 DLC は。おし、剥げた。どんな顔、目がひたすら光ってるね。なんかねもうあれだね、地獄から帰ってきましたって顔してますね。あので口はどう、いや口はくっついてるね、開いてない、あの開かない感じで、目が光ってる、めっちゃなんつうの、ほら目の光が目ん玉よりか先に出てる感じ。うん、あとはそんな変わんないかな、パート6ぐらいから。うんね、顔面が特徴的なジェイソンですね。目が、ね、目光りすぎだろうって言いたくなんだけど、 OK。 はい、これが DLC のね、ジェイソンの素顔です。というところで本日のね、まあ検証というかまとめ動画、これにて終わらせていただきます。ここにいるピースさんにはね、結構手伝ってもらいました、ありがとうございました。というところで本日はここまでとしときます。島津でした。ご視聴ありがとうございます。またね、よかったら見てやってください。ではでは。